めてのペアで初めての優勝だったんですけど、すごくね、彼女は大胆で、この発想がユニークで、私自身ね、日本人ってそんな大胆さってあんまりないじゃないですか、ないんですよね。そういう意味ですごく勉強になったのは、自分にとってこの卓球戦プラスでした。本当にリリーさんにはどうもありがとうって言いたいですね。リリーさんは、はい、Mitsuko, I know you may not understand what I'm saying right now, but I just want to say thanks for all your dedication and time, and it's a real honor to be your partner and to be together and to work hard and train as we did. I just want to, if this was a singular trophy, I would probably give it to you. And I just want to say thanks. Arigato. じゃあ先輩の方が2試合続けてなんで、やっぱりこの辺では有利だったと思うんですけど、やっぱりちょっと引いちゃったところがあって、引いちゃったってのはミデューサとやっぱ自分いっぱいやり合ったんですけど、なんかちょっとやっぱ後悔してるって感じで。選手にだいぶね、張り手合戦とかの話がどうでしょう、意地になっちゃったとか。負けた子は見えたから、最後自分でロープ